ですよね。経絡リンパマッサージだと首から肩に始まりますが、流す方向はどちらから始めるのがベストだと思いますか？首や肩から始まりますか？そうですよね。静脈角なんで、ここから始まりますよね。僕は、ここを一回ほぐして、その静脈角をしっかり開いてから、ですね、最初はちょっとね、筋肉をほぐす、温めるっていうので、僕もリンパだけを考えるんじゃなくて、筋肉とかその辺のやつも考えた上で、一旦こうほぐしたり、温めたりとかして、流しやすい状況を作るように構成して、その後、リンパって、フランス式だと、逆方向から流すんですよね。もちろん、リンパってね、鎖骨の下の静脈角に向けてとか、よくバーってやっていくと思うんですけど、方向を逆に一回流すとね、それはフランスで呼び込みって言ってたんですけど、毛細リンパ管が、毛細リンパ管が、リンパ管の中に押し込まれるんですよね。だから、流れが良くなるっていうのがあるので、どちらがベストかっていうより、その状況にもありますけど、鎖骨やって、静脈、リンパ節をやって、一旦ほぐしたり温めたりとかして、流しやすい状況を作って、逆方向にやってから、一気に流すっていうような流れが、やってます。